ジェームズ・マコーミックは、スコットランド・グラスゴー生まれのアメリカ合衆国のプロ野球選手、右投げ右打ち、ナショナルリーグ初期に最多勝ちを2度獲得、通算265勝を挙げた。1878年、21歳でインディアナポリスからナショナルリーグにデビューした。1年目に5勝8敗ながら1.69の防御率を残す。同年チームが解散した後、 1879年からは、クリーブランドブルースに、所属、22歳ながら、監督を兼任する。同年20勝40敗と成績は伸びなかったが、1880年には74試合に、登板して45勝20敗の成績を残し、リーグの最多勝利投手となる。2年後の1882年にも68試合で36勝を、挙げて、 自身2度目の最多勝利投手となる。また、翌1883年にはリーグ最高の防御率1.84の成績も上げた。マコーミックは1884年途中までクリーブランドにいたが、シーズン途中でユニオンアソシエーションのシンシナティアウトローレッツに移籍する。移籍後のマコーミックは21勝3敗。 防御率も1.54と高成績を残したが、当時ほとんどの試合に投げていたマコーミックを失った、クリーブランドの方は、以後連敗を重ね、同年チーム解散に追い込まれてしまった。ユニオンアソシエーション解散後はプロビデンスを経て、キャップ・アンソンが率いていた、シカゴ・ホワイト・ストッキングスに2年間所属した。マコーミックは、アンソンや、キング・ケリーらとかなり親しかったそうで、 自身もシカゴ在籍の2年間は、計51勝15敗と活躍し、両年のシカゴのリーグ制覇にも貢献した。1887年、マコーミックは30歳で野球選手を引退し、1918年にニュージャージー州で死去した。ありがとうございます。